鳥の。やばい、見てストロー、ストローの長さ全然足りなかった。やば。野菜ちゃんとした人になって、いや元からちゃんとした人だから私。元からちゃんとした人だから。うるさ。こんにちは。けんちゃんいらっしゃい、ひろゆきいらっしゃい、あきさんいらっしゃい、とうとうさんいらっしゃい、しんちゃんいらっしゃい。もみじまんじゅうだ。体操着じゃないよ、体操着じゃないよ。言われると思った。ミルクフェドの T シャツ知ってる？リンガー T シャツって言うんだよこれ。こういうの、こういう部分色が違うの知ってた？うんうん、あれに似てる。誰？ちぶちゃんいらっしゃい。学校終わった？学校終わった。こんにちは。パパいらっしゃい。幼いだいらっしゃい。お茶ありがとう。知ってた。知ってた。怖くない？急に私が体操着着て配信したら。どうしたみたいな。おこちゃんいらっしゃい。ミュース T シャツ。最近、なんか、こういう T シャツにデニムのスカート合わせるの好きでさ。こんばんは、おはよう。今日も2時間配信します。よろしくね、お久しぶり。キャッチ久しぶり。コスプレ配信じゃない。コスプレ配信するなら言うよ、ちゃんと。コスプレ配信しますって。なんでコスプレせなあかんねん。体操服。え、もうちょっと多分私、画面さ、これくらい離れたら多分体操服って言われないと思うけど、こっからだとみんなのコメントが全く読めへんねんな。ちょい外なんで潜るね。オッケー。てかルイスがツインってしたら幼いのやつって、久しぶりに二つ結びした。まだね全然短いからね。配信やっと文字映ってないから体操服にしか見えんつって。ほんまにやだ。ほんま可愛さ変わらんね。いや、むしろ増してない。あ、ほんとに？やった。ちょっと6月、生で見てよ。一応だけど、6月13日、池袋サイバー予約。あ、ありがとう！嬉しい。え、6月13日があれなんだっけ？東京のライブ？あれ、6月入って1回目？こんばんは、どないしました？コスプレじゃないよ、これ。東屋さんにしては早い時間の配信だね。あ、そうなんですよ。この後ね、8時までなんだけど配信。ルカチがお家に来て、このお部屋でね、スカイプ物販じゃないわ。スカイプ撮影会するので、ちょっと早めなんです、今日は。配信の途中でご飯抜けるから、大丈夫だよ、全然。オッケー。ルちゃんこんばんは。バブバブ。バブバブ。タッツ久しぶり。プチ初音ミク。初音ミクここじゃない？今日は別端末。あ、使ってるよ。ここにある。いや、なんかさ、端末でさ、読むと下向いちゃうから。ペイ太郎いらっしゃい。こんにちは。もぐもぐるいさん。今日何ももぐもぐしてないよ。ちびまる子ちゃん出てくる。たまちゃんに見える。あ、ほんとに初めて言われた。たまちゃん。たまちゃん好きだよ。ね、早会いたいね。今夜は体操着じゃないから。ほんまに。え、でもあれだよ、ほら、私カメラマンだから私映らないからね。こんばん、久しぶり。関西も21日、明日緊急、おー、マジで緊急事態宣言解除されることがほぼほぼ決まりました。え、そうなんだ。やったじゃん。じゃあもう6月は確実に会えるじゃん。ちなみに6月13日は僕の誕生日で。え、ほんとに？いくつになるの？消しゴムマンいらっしゃい。ケッシー。あ、ケッシーって言われてんの、みんなから。ケッシーいらっしゃい。体操服じゃないよ。もういいよ、もう否定することも近いじゃん。あ、ゆうただ。授業始まるまで見る。ありがとう！ね、タッツ久しぶりな気がする。元気？うんうん。
正直行政よりも会社の縛りが厳しくて、あ、そういうこと、なんかね、そういう人いたの。なんか会社がもうなんか旅行とか行っちゃダメですみたいな、なんかそういうライブハウスとか密集したところに行っちゃダメですっていう決まりがあってみたいな、6月も行けないかもっていう人はいたんだよね。大変よ6月は。人を入れるライブ、うん、入れるって言ってた。多分できるよね。レースだ、レッちゃんです。レースは久々見たら痒くなりましたか。僕の目は錯覚じゃないですよね。わかんない、錯覚かもしれないよ。お父さんいらっしゃい、元気だよ、だけど暇すぎるよっつって。え、そんな暇なん。タッツンもあれなの、コロナ、コロナのせいでちょっとお仕事あんまり入れなくなっちゃった。解除した後海外では第二の波が来てる。第二の波って何。あー、もうあれ、自粛してたの解いたらまたコロナってこと。俺も剣またいだらダメって言われ、え、でもさ、なんかぶっちゃけさ、バレなさそうじゃない。あ、ダメ、そういう考え、ダメ。池袋サイバーやってくれたら、大丈夫だと思うよ多分。今日も可愛いよーって、ありがとう。めっちゃ久しぶりに見に来た。久しぶり。元気？普通の T シャツだよ。普通の T シャツだよ。ほら。可愛いだろ。でめっちゃ行きたいっつって。来てほしい。こたまついらっしゃい。れいちゃんの髪の毛をそろそろ染めないと。あ、そうそうそう、そうなの、そうなの。そろそろ染めないと。マジでやばいよ、もう。カラメル多めになってます。プリン。何服？リンガー T シャツっていうの、こういうの。6月か、大体分かった。池袋サイバーは池袋にあるライブハウス。あのね、結構、お世話になってるところ。今日は学校でした。学校でした。もう普通にあれなの？学生は学校行ってんの？トヤが撮影係。あ、初めてだね。初めてだよ。この前のライブ初めて見たけどよかった。あ、本当に？あの、配信で見てくれた感じかな。ありがとう。お父さんもわりかし元気。え、よかったよかった。池袋サイバー強いもんな。なんか定期ライブはそうだね、池袋サイバーでやることが多いかな。いや、目が痒かっただけです。改めて見るとパツキン姿のルイさんも似合ってきました。あ、本当に？慣れてきた、目が慣れてきたんじゃない。俺も 2,3 ヶ月ライブ行ってない。だって 2,3 ヶ月ライブしてないもんね。無観客ライブしかしてない。まだ予定増えるんじゃないかな。多分増えそう。どっからバレるかわからんから。まあでも、もししんちゃんが剣またいでそっからコロナもらってきたら絶対バレるね。剣またぐ剣でここだけの話でしていいかい。え、何何。いや、それが仕事は時短で多少減ったけど、ここ最近スケジュールがおかしくてめちゃくちゃ忙しい。あ、今日が暇なだけ。なんか忙しすぎてもやだし、暇すぎてもやだ。中間がいいな。次何色にする。あの、青色はもうダメって大井さんに言われちゃったので、どうしよっかな。でもシルバーグレーか金かな、どっちか。服も可愛いけどるいちゃんが一番。ありがとう。私夏服全然持ってなくてさ、なんか実家にあって、ほぼほぼそうで、取りに行こうとしたんだけど、帰ろうとしたんだけど、ほら、なんかルイコロナ疑惑あったからさ、そう、なんかちょっとあの、まだ家に来ないでって言われちゃった。取り行けへんねんけど。何色にしたいの。シルバーグレーか金かな。でもなんかシルバーグレーかも。どっちみちシルバーグレー落ちたらあれだから、金になる、金髪になるからさ、この色になるからさ、最初シルバーにしようかな。体操着に見えた。みんなに言われる。家も体操着で。お母ちゃんいらっしゃい。